ツアーとかじゃなくて、もうオールシーズンだと、はい、これからも皆さん防災に気をつけて頑張っていきましょう。はい、YouTube 始まります。今日はね、マビの方でちょうど1年経つということで、西日本豪雨がで、マビフェスがあるということで、ちょっとね、行ってみようかなと思って、マビの、フェスティバルの会場にやってきました。大人気売店とかで売ってるあの CX とかじゃない？あ、じゃないです。本当です。はい、そうです。一応完品の登録もありますので、これ、はい、燃えにくい。あ、そうです。それの、はい、いいです。あ、全然違います。すごい詳しいですね。どうですかね、似合います。やっぱこの一番上までやっぱり締めるんですかね。いや、締めないですね。あ、みんな開けて、はい、開けてますね。一番30分以上はですね、こうやってケイさんと私の話をお送りしてきたところ、夏用とかじゃなくて、もうオールシーズンだと、ね、はい、暑いですね。はい、暑いんで、これで作業されるとそうです。はい、というわけで、今回ね、こんな形で、終わりました。でちょうどね、来週で、ね、西日本豪雨がちょうど1年ということで、少しでもね、1年前の記憶をね思い出して、二度とねこういうことが、こういう悲劇が起きないようにね、後世に伝えていって、備えあれば憂いなしという、ことわざありますが、皆さんもねそういうことを日々意識して、次に臨んでください。それではまた。じゃあみんな、ここはどこ？